神奈川県人権啓発センターです。今回はですね、公益財団法人人権教育啓発推進センター、まあ長いね、略して推進センターって言いますけども、まあもともとは童話対策のためにね、だいぶ昔に作られた団体なんですけども、これについての話なんですね。で、このチャンネルね、自治体の職員だとか企業の人権とか法務関係の担当者なんかね、よく見てるみたいなんですね。で、今回はね、特にね、予算削減にも関わる話なんでね、ぜひ見ていただきたいんですけども、この推進センターにですね、自治体は年間まあ何十万円っていう会費を払ってるんですね。で、それがですね、例えば、茨城県だと年間、20万円払ってる。で、熊本県は年間40万円払ってる。で、ここでね、ちょっとおかしいことが起こるんですよ。茨城県の人口って287万人ぐらい、今、調べたら。で、熊本県は170万人ちょっとなんですね。だから、自治体の規模としては、茨城県の方が熊本県のまあ2倍、2倍はいかないか、でも相当大きいですね。なのに、熊本県の方が茨城県の2倍払ってるんですよ、お金を。一体この差は何なんだろうっていうところなんだけども、これはですね、茨城県が減額してください、負けてくださいっていうふうに申請してるからなんですね。で、熊本県についてはもういいねのまま払ってるっていうことなんです。じゃあなんでこんなことが起こるのか。まあ、記事にね、いろいろ書いてるんだけども、まあ、ここはね、動画だけのスペシャルコンテンツということで、ちょっと裏話をするんだけども、まあ、茨城県の方が熊本県よりも自治体の規模が大きい。ということは、市町村なんかも入ってるんですね、この推進センターに。すると、もし茨城県が抜けちゃったらどうなります？そしたら、市町村も抜けちゃうかもしれないじゃないですか。まあ、この団体ね、外郭団体なんだけども、別に入るかどうかは任意なんですよ。まあ、実際、大阪市なんかはね、やめてるんですよ、ここに会費払うのを。まあ、つまり脱退してるんです。だから、もし茨城県が脱退しちゃうとまずいことになるから、減額してくださいって言ったら、もう引き止めるしかないんですよね。いやー、出ないでください、おっしゃる通り減額しますので、ということで、20万円に、減額されてるんですね。だからちょっと逆転現象が起こってるんですよ。なんか立場の強い自治体の方がお金払わなくて済むみたいな。とは言ってもいろいろ複雑な事情があって、例えば京都府だとか、あと東京都なんかはどうも減額されてないそうなんですけどね。ということで、まあちょっとね、差別があるんじゃないかっていう話なんですね。まあ何十万円ってね、まあ小さな金額かもしれないんだけども、やっぱりね、パソコン何台か買えるぐらいの、ね、値段なんで、それは削減できたらなとは思うんですよね。で、それよりもですね、まあこのセンターにお金払ってね、特典って大したものじゃないんです。なんかあいゆっていう、雑誌をこう無限にもらえるだとか、あるいは講師をね、一回派遣してもらえるだとか、そういうことがあるんだけども、かといってもですね、じゃあ人権啓発の講演やるにしても、まあ、講師代と、あと交通費、それは、まあ、大した金額にはならないんですよ。何万円かの話なんでね。それよりも会場を借りて、そこにね、職員何十人、あるいは何百人って集めて、1時間、2時間講演するとしたら、それ人件費に換算するといくらになるんですかっていう話なんです。そっちの方がよっぽど自治体としては負担なはずなんですよ。で、まあ、発置費って、その講演会ってちょっとだるいところがあって、ちょっと職員のメンタル的にもっていうところがあるんですね。で、それ以上に、これやって意味があるんですかっていう話があるんですよね。自転車でもね、やったんですけども、まず、そもそもね、この人権教育啓発推進センターについて、僕はその興味を持ったのが、その部落解放を愛する会に、まあ、糾弾されて、屈してしまったっていうところがあるんですよね。まあ、そこからね、なんか、ちょっと藪をつついたら蛇が出るっていう感じで、判明したのがパワハラなんですよ、パワハラ。この推進センターで、まあ、最近頻繁になんか職員募集かけてるんだけども、なんかね、ここ数年、年間、まあ、2人さんに、今年はなんか4人に達するんじゃないかっていうぐらい辞めてるっていうんですね。で、その原因っていうのが、パワーハラスメントがあった。
で、その主犯っていうのが事務局長だったっていうんですよね。で、ここからがちょっとスペシャルコンテンツなんだけども、そのパワハラの内容っていうのが、例えばですね、まあ、中間管理職の人がいて、その人が、まあその部下の職員にまあいろいろ指示を出して仕事をさせてたんだけども、まあその内容が気に入らないって言って、その中間管理職をすっ飛ばしてなんか事務局長がね、厳しく叱責したそうなんですよ。まあそれで下の職員がね、深く傷ついて辞めてしまったとかですね。あるいはその、まあ中間のね、中堅の幹部職員がいろいろ嫌がらせのようなことをやって、それで、まあ、その、事務局長が見て見ぬふりをしてたとかですね。あるいはですね、なんかちょっとその、給料の格差で、なんかちょっと確執があって、それでなんか、古参の職員が、新しく入ってきた職員を、なんかちょっと、口利かないだとか嫌がらせをするっていうことがあって、それで、下の職員が辞めてしまったりだとか、あるいはですね、なんかその新人のね、職員に対してですね、まあちょっと対人関係が苦手な人なのに、その本人の適性に合わないような仕事をやらせて、それで退職になってしまったりとかですね、まあそういうことが続いてですね、それでまあ何人も辞めてるっていうことが起こってしまったんですね。まあ原因はパワハラっていうことです。で、これについてもですね、その僕もまあ慎重に調べたんですよ。その裏取りっていうのがね。まあ、たださっきのあの会費の差別の件、まあ事実だったわけです。調べてみたら。で、このパワハラについても、この、まあもともとちょっとやぶへびで出てきた話とはいえ、ちょっと皆さん察してほしいんですよね。こういう話がこの本センターに来るっていうあたりでどうなのっていう。その皆さんね、気持ちよく仕事してるんだったら、こんな話ここに来ないはずなんですよ。だから、その、そういう話がここに来るっていう時点で、なんかその、なんかいろいろ体現してるものがあると思うんですよ。やっぱり職員に相当不満があるから、こういう話が出てくるんじゃないんですかっていうところなんですよね。だから僕はこの話をしてるっていうこと自体がある意味その、証拠っていうところもあるんですよね。推進センターなんですよね。その講演の内容っていうのが、まあ、エセ童話対策セミナーっていうのをやってるわけですよ。で、さらにはですね、企業だとか自治体向けにそのパワハラ防止のためのセミナーっていうのもやってるんですよね。うん。ところが、じゃあその自治体が、その推進センターがですよ、じゃあその茨城県の部落解放愛する会っていうローカルな、童話団体からちょっと変なことで、なんかパンフレットのね、些細な記述についてイチャモンつけられて、それでまあ最初は突っぱねてたのに、結局はいろいろ言われて、屈服してしまったってことがあるんですよ。糾弾されてね、屈服されたってことがあります。これでエセ童話対策としてもどうなんですか？まあそもそもその官政団体っていうのはその民間の団体からの干渉をね、跳ね抜けないといけないのに、その役目を果たしてないと。で、そして今回のパワハラですよね。うん、じゃあパワハラ防止セミナーやってる団体が中でパワハラやってるって言ったら、じゃあそもそもそのセミナーの効果ってどうなんだっていうことになりません？で、そしてどうもその会費で差別してるっぽいじゃないですか。とすると、そのエセ童話に屈する、パワハラする差別する団体のその団体にですね、会費払って、まあ、機関紙を買ったり、なんか啓発パネル借りたり、講演をするっていうこと、それどうなんだと。そのために年間自治体は何百万円使ってるんじゃないですか？うん。これって意味はないんじゃないですかってことです。まあ実際大阪市なんかもう払ってないんだから、まあその、まあ一つはまあそのね、茨城県だとか千葉県みたいに、その、年会費負けてくださいっていうのも、ありなんだけども、まあやっぱ大阪市みたいに辞めてしまうっていうのが一番いいんじゃないかと思うんですよ。うん。人権啓発推進センターの講演見るより、神奈川県人権啓発センターの動画だとかね、自転車の記事を読む方が、僕はよっぽど啓発になるんじゃないかと。まあちょっと手前味噌な話で申し訳ないんですけども、というふうにちょっと感じてしまったんですよね。ぜひね、自転車、記事ね、ご覧ください。詳しく報じてますので、Google 検索なんかでね、人権啓発推進センターとかで検索すれば、まあ、ちょっと嫌がらせでね、最近Google で下に落とされたりしてるけども、まあ、さすがにそれぐらい試行錯誤に検索したら記事出てくると思いますんで、ぜひね、自治体の方々、企業の関係者の方々
方々、ぜひ見ていただいて、経費削減を考えていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日はそのお話でした。